岡本信子のもっともっとチャンネル。皆様こんにちは。公明党世田谷区議会議員の岡本信子です。日頃より公明党へのご理解、岡本信子への真心からのご支援、誠にありがとうございます。今回のテーマは高齢者のモット。高齢になっても元気で生き生き暮らせる街、世田谷を作るために小さな声を聞く力を発揮して、岡本信子はさまざま取り組んできました。世田谷シニアボランティアポイント事業についてご説明します。65歳以上の方に社会参加や地域貢献に参加していただき、健康づくりや介護予防に役立てていただくことを目的とした事業です。介護保険施設等でボランティア活動に行った際、1時間または1回につきボランティアポイント1枚50円相当を交付いたします。年間6000円を上限に介護保険料負担軽減資金を支給。介護保険施設等でのボランティアとは、利用者の話し相手や散歩の付き添い、特技や趣味を生かした活動などを指します。次に高齢者安心コールの3つのサービスで安心についてご説明いたします。1、電話相談サービス。介護支援専門員など高齢者福祉に精通した相談員が24時間365日電話で受け付けます。どこに相談していいかわからないなど、ちょっとしたお困りごとでも構いません。お気軽にご相談ください。対象となる方は65歳以上の方、またはその親族やご近所の方でございます。2、電話訪問員による電話訪問サービス。看護師などの資格がある電話訪問員が定期的、例えば月1回、週1回、または2回などご自宅に電話をして、お体の具合などを確認する見守りサービスです。ご不在が続いた場合は、あらかじめ登録していただいた緊急連絡先に連絡します。対象となる方は65歳以上で一人でお住まいの方、高齢者だけでお住まいの方になります。3、ボランティアによる訪問援助サービス。電球を交換したいけど一人では取り替えられないなどのご相談に対し、区に登録しているボランティアがご自宅を訪問して簡単なお手伝いをするサービスです。対象となる方は65歳以上で一人でお住まいの方、高齢者だけでお住まいの方、日中お一人でいる方です。また1、2は無料です。3は、例えば電球などの交換の場合はその実費だけご負担いただきます。高齢者安心コールの電話番号をお伝えします。東京03-5432-1010、ファックス番号は東京03-5432-1030です。次に家具転倒防止器具の取り付け支援についてご説明します。高齢者や障害者などがお住まいの住宅の居室、寝室等にある家具について地震等の転倒を防ぐため、家具転倒防止器具の取り付けを区が支援しています。対象となる方は65歳以上の方のいる世帯などです。費用は器具・工賃含めて2万円までは無料です。問い合わせ申し込み先は防災まちづくり課、東京03-6432-7177になります。次に住宅を改修するためのサービスをご案内します。利用者のご負担は各基準額に1割から3割の負担となります。1、予防改修費。手すりの取り付けや段差の解消など基準額は20万円、介護保険の住宅改修と同じ改修内容になります。対象となる方は満65歳以上で
介護保険の要介護認定で要支援・要介護に該当しなかった方のうち、身体機能の低下のため住宅改修が必要と認められた方になります。2番目に設備改修費の助成についてご説明いたします。例えば浴槽の取り替え及びその付帯工事、基準額379,000円、流し洗面台の取り替え及びその付帯工事、基準額156,000円、和式から洋式便器への取り替え及びその付帯工事、基準額106,000円。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定の申請をした方のうち、身体機能低下のために既存の設備の使用が困難な方になります。ただし所得制限があります。問い合わせ申し込み先は住所地の総合支所保健福祉課になります。最後に今後の取り組みについてご紹介します。お悔やみコーナーの設置を進めてまいります。亡くなられた方のご遺族が深い悲しみを抱えながら区役所の窓口に出向き、さまざまな手続きをすることの困難さをたくさんお聞きしてきました。そこで岡本信子はご遺族の負担を軽減するためにワンストップで相談ができる窓口、お悔やみコーナーの設置を訴え、議会質問で何度も取り上げてきました。この間ご遺族の方の手続きを助ける改善が進んでおります。一つ目は、これまでご遺族の方へのご案内が A4 版の紙1枚であったものが、ご遺族の方への37ページの冊子として発行を実現いたしました。2点目は暮らしの手続きガイドです。これは世田谷区のホームページを開くと、イエスノーの形式で必要書類申請の窓口のご案内が4分程度で分かるようになるものです。3点目はいよいよ本年4月からご遺族の方が電子申請をすることで必要書類がご自宅に届く制度が始まります。これからも岡本信子はお悔やみコーナーの実現に向けて、一人一人に寄り添う区政の改善に全力で取り組んでまいります。岡本信子のもっともっとチャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございました。岡本信子は区民の皆様に寄り添う区政の改善に取り組み、もっともっと住み続けたい街世田谷を作るために全力で働いてまいります。